全国のゴルファーの皆さん、こんにちは、小泉智之です。え今回は、ドライバーの構え方について、えー、ご紹介というかですね、ご説明をしたいと思います。えー、ドライバーのですね、こう構え方というのは、まあ、アイアンとまたちょっと違ったものになりますので、えー、しっかりですね、ポイントを押さえて、えー、今回の動画をもとにですね、ご自身の ドライバーの構え方を再度チェックしていただけると非常にいいいいんじゃないかなかと思いますちなみにですねあの今回のドライバーの構え方を取ることによってボールがですね高さがうまく上がらないという方も非常にこう参考になるんではないかなというので思いますので是非そういう方も今回のドライバーの構え方参考にしてですねご自身の え、アドレスをチェックしてみていただくとよし、え、よろしいんじゃないかなと思います。え、まずですね、ドライバーの場合は、このように、え、ティーアップをした状態になります。え、そもそもですね、ドライバーは、ここの角度、え、ロフトと言いますけれども、え、ロフトがですね、アイアンとかのように、え、そんなに角度がついてないです。え、その分だけ、前に、 ドーンと飛ばす力は、えー、強くなるんですけれども、えー、球が上がりづらいです。なので、そのために、えー、ティーアップというのをして、えー、少しですね、こう、クラブで持ち上げるような形で、えー、飛ばせるように、こう、ティーアップをするわけですけれども、えー、このようなティーアップをした状態からですね、えー、まずは自分の中心に、え、ボールをセットしてみてください。えー、何かですね、こういった、あの、クラブ、 とかを用いてこのようにチェックしていただくと非常に分かりやすいと思いますのでこういったものはうまく使ってくださいまずこのようにセンターに構えますそしたらですね軽く左の足はちょっと開きます大体いいですね30度ぐらいだと思ってください30度ぐらい開いて そしたら、今度は右足ですね。右足をですね、これぐらい自分の身幅を少し超えるぐらいの大きさまで取ってみてください。このように構えると、自分のセンターからかなりボールが左側にセットされたような状態になります。ここで、 腕をセットしてクラブを構えます。で、ここからがポイントなんですが、このように右に大きくスタンスをとっているので、中心は少し右へ傾きます。さらに、ここからご自身のですね、右腰に手を当てて、左に グッと押し込むような形で腰のポジションを取りますそうするとボールを右からこう覗き込むようなですね構えが取れますこの状態でドライバーのアドレスを取っていただくことでクラブが降りてから打ち上げるような えー、軌道ですね。まず、構えの段階でしっかり取ることができますので、えー、これをですね、しっかり押さえといていただくと、えー、ドライバーショットの高さがしっかり確保できたりですね、えー、その分、飛距離がしっかり伸びるような、え、当て方ができるようになりますので、えー、このドライバーショットの構え、えー、しっかり押さえといていただくといいと思います。えー、再度、順番を追って、もう一回やってみますね。まず、 ご自身の中心にボールをセットしますそしたら左足を約30度程度少し開きますそこから右足を自分の身幅を少し超えるぐらいまで開いてボールに対して構えますで最後自分の右腰を右手で ちょっと押し込むような形このように膝が割れない程度まで押し込んでください無理やり押し込んでこうやって流れてしまっては体勢が崩れてしまいますそうするとこのように軸が少し右へ傾いてボールを打ち上げるような体勢がしっかり取れますこの状態からスイングを行ってください このですね、アドレスの構えで、だけでですね、あの、ショットの内容というのは、大きく変わってきます。あの、実はですね、プロのテレビに出ているようなですね、選手たちは、練習のですね、大半をこのようなアドレスの調整、これはですね、向きもあります。向きもそうですが、自分がしっかりドライバーショットないし、アイアンショットをですね、正確に打てるように、 というところでこのののようなアドレスの調整にに非常に多くの時間を割きますですので一般のです、ね、アマチュアのゴルファーの方々もまずはですねプロを見習ってではないですがこのようなアドレスであればですね自分でチェックできる項目も多いですししっかり止まってるまだですねスイングが始まってない状態のところなので プロと同じようなですね構えを作るということはできると思います。なのでこういったアドレスはですね非常にこう大事なところですのでドライバーショットのアドレス今回の動画をですね参考にご自身のアドレスぜひ見直してみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタのフォローも。 よろしくお願いいたします素敵なゴルフライフを